はい、皆さん毎度毎度、本日も海外の方のパーマ見ながらね、これは何ミリで巻いてるかね、15ミリぐらいで巻いてるかね、でこれを外すと結構かかってるね、これね、2液後のお外しだけどロット径に対して 1.5 倍ぐらい入ってるね。ここまで来ると日本のパーマ液じゃ無理じゃね。ちょっとこれ、ここあたりだと後ろのレンガがさっきのねレンガのとこと一緒だからかかってるね。日本の薬じゃちょっと無理だよね。これ8ミリで巻けばかかるかね、遠ミリだとちょっと怖いね。毛染めしてれば、まあ遠ミリぐらいでもかかるかね。初めてだともうちょっと厳しいね。2度目だったら結構かかるかもしんないよね。日本のパーマ液で初めての方をかけると、あの15ミリぐらいでこんなもんじゃない。ここまでかかればいい方じゃない。こんなパーマでもルーズにダーってね乾かしちゃうとこんなもんになっちゃうよ。初めての方だと。これよかったらちょっと毛染めしてるけど、毛染めしてないもんだとしたらね、巻くのがちょっと荒かったり太かったり薬が弱かったりすると、まあこれこんなもんじゃない。うまく乾かしてだとオーバーかなと思うけど、ちょっと弱い薬使うとこんなもんだよ。しかも2度目かけて弱い薬だとこんなもんだよ。あ、で初めてかける人に弱い薬使ったらもうかかんないよ最初から。で15ミリで巻いて、この人毛染めしてるけど毛染めしてないとして、2度目だったらこのぐらいにかかんじゃない、強い薬で。この人は染めてるからまあこういう風にかかってるけど、この毛先がちょっと緩いでしょ。もしかしたら毛染めしてる方をちょっと強めの薬で15ミリで巻いて、初めてのパーマかもしれないね。でこちらの方もちょっと毛先が流れてるから、初めてのパーマか毛先をわざと逃がして巻いたかね、ちょっとわからないね。かけてすぐにもう一度かけ直ししたら、まあこんなような毛先かな。数ヶ月後ね、経年劣化してからもう一回かけると根元がかかんなくて毛先にもうちょっとカールが出るよね。中間部分はまあ似たような感じだと思うけどね。あとねじってスパイラルとかなんとかなるとまた話は違ってくるけどね。これがあの 2,3 ヶ月おきに毛染めしてる方がまあ弱い薬で期的にかけてると17ミリでもこのぐらいかかっちゃうね。15ミリならもうちょっと強くかかっちゃうね。元が直毛系の方だともっと緩くなるね。乾くと伸びちゃう。リウムが出にくい直毛系の方だと12ミリぐらいで巻いとかないとすぐ取れちゃうよね。最初ちょっと強いかなと思っても1ヶ月経ったらかなり緩んでくるからね、そういう髪質の方はね。パーマ剤ってさ、コールドウェーブとかウェーブローションって言うでしょ。カール剤って言わないよね。まあ化粧品系は言ってるけどね、まあ、こういう風にさ立体的にかかってると、まあ、カールだよね。プリンプリンとしてふわふわして、だけど実際に人間の頭をかけるとこういう風に潰れちゃうっつうの、倒れちゃうっつうの、平面的に。あとウェーブなんだよね。細かくかけると立体的にカールが出てるけど、太めで巻くと意外とウェーブになってペタンとしちゃうんだよね。これで良ければいいんだけどね。はい、あとはもうコメントなしだね。8分30秒あたりで右の耳の後ろあたりつぶろくにしてるけど帽子のつばが邪魔で見えない。はい、お疲れ様でした。